1>, 1週間お元気でしたか5月最後の週の尊い聖日を迎えました本日は対面礼拝及び非対面礼拝で礼拝に参加されている皆さんが本気をたくさん受けられますことを願いながらまずお知らせをお伝えしていきたいと思います。新教 新種族メッシア天法勝利と新統一勧告安着のための特別生成が行われていますお母様はチョンパドンの前本部協会を現本部協会と改名されましたそこで私たちも今後現本部協会という呼称で生成に参加していかれるようお願いしたいと思います本部教会では、えー アンシールの生成の日に担当をしています。皆さんもオンラインで生成に参加してくださるようにお願いいたします。また金曜日は、ョン復興マダウンの徹夜生成を行っております。本部協会では6月18日が担当となります。今まで活動してきたシックの皆さんの証ですとか、恵みの証がありましたら、協、えー、会長の方に報告し、 本部協会の担当の時に共有してくださいますよう願います一地区の地区長の協会巡回が本日行われる予定です対象者の方は午後2時に2階の行動にお集まりください天新年特別祈祷室の恩恵伝授式の特別献金のお知らせですお母様はイーギソン園長にお父様が地上で 成し遂げた実績の恩恵を分かち合うための生成を尽くしてこられましたそれを全世界の教会に伝授されることになりましたチョンボクン教会でも分園として伝授を受け共に生成を尽くしていく中で誠の父母様の薬事が本部教会でもなされることを願って、えー 動産していきますので皆さんも家庭ごとに生成を尽くしてくださるようお願いいたします6月5日までに、えー、生成および献金をする期間となっています教会ごとの献金となりますのでその点をご認識くださいチョンボ君教会の来週の礼拝はご覧の通りとなっています時間と日程を確認されまた 孫和の中高生の礼拝の時間も確認してくださいまた自叙伝配布調理のフォトゾーンも生成室の前に設置されていますので記念にしてください6番目です第1地区祝福史上オンライン出会いの場のお知らせです要歴6月日日日土曜のの午午前時時半から午後4時までの日程で程 祝福子女24歳から32歳の方が対象となりますオンラインで子女とともに参加しプロフィールの共有などを良いご縁が結べるよう多くの方にお伝えくださいまた申し込みをされた方には個別に Zoom のリンクを共有する予定となっています 7番目です世界平和女性連合 DMZ ピースゾーンシンポジウムが行われます別本記念館の会議室で6月2日午後2時から行われる予定です各区域ごとに女性指導者の方々を支部長に繋げてくださり参加を促してください 8番目です第1地区オンライン未来世代の「標準修練」祝福講義が行われる予定です6月5日から6日の2日間オンラインのズームを通して教育が行われます19歳以上の青年大学生が参加対象となっています9番目です「HJ 天中天保修練員標準天標準天保特別修練」の 年間日程ですご覧の日程を確認され誠生を込めて参加をしてくださいそして6月は五穀奉訓の月ですのでヒョンュモンの奉仕活動を行う予定にしています5月31日午後3時から 国立ヒョンチュンウンでゴミ拾いなどの奉仕を行う予定です市場とも一緒に参加できる日程にしておりますので申し込みをお願いいたします区域ごとのお知らせです一区域から三区域まで来週は一区域第二週が二区域1区域 第3週が3区域の奉仕とシック総会の担当となっています。先週5月23日に、パッキヨン長老のお母さんであります、キム・スウォルさんが去年91歳で損破なさいました。霊界延着のための祈祷をお願いいたします。